人類初の地球周回飛行はスプートニク1号によって成し遂げられました。打ち上げは1957年10月4日。それから何十年が経つ間、人類は何千という人工衛星を打ち上げています。現代世界は人工衛星の助けなしには立ちどころに止まってしまうことでしょう。しかし今になってこの人工衛星の数が多すぎるがために、その空間が足りなくなっているという問題が発生しているんです。実は人工衛星が安定して軌道に乗れるエリアは案外狭かったりするんです。例えば高度が低ければ地上へ落下してしまいます。高度が高ければ徐々に宇宙空間へと遠ざかってしまいます。人工衛星は地球表面からずっと離れた位置を回れるには回れますが、高度を高く設定しすぎるとそこへたどり着くまでに大量の燃料を消費してしまいます。また遠ければその修理作業も困難を極めます。このこともまた新たな問題を引き起こしているんです。グローバルポジショニングシステム、略して GPS、 これを司る人工衛星やその他の装置は地球上の定点の上かつ一定の高度に固定される必要があります。これは対地同期軌道、静止軌道などと呼ばれ、達成するのが最も難しいとも言われています。静止軌道は経度のずれに極端に弱く、地球には2つの安定軌道と2つの特に不安定な軌道が存在しています。地球を回る全ての天体は安定軌道に徐々に近づいていくため、衛星の軌道をそこから遠くに設定すればするほど、その軌道の安定はより困難を極めるようになります。また宇宙空間に存在する物体同士による引力の影響も無視できません。突然相手を軌道から引きずり出すような挙動は起こりませんが、次第に少しずつその位置がずれていきます。この状況が蓄積してしまえば、やがては完全に衛星軌道を見失ってしまうことにもつながります。また最悪の場合は衛星同士が衝突してしまうことでしょう。あまりにも多くの人工衛星があるため、人は年中無休でそれらの衝突を避けるよう制御する必要があります。当然ながら年を追うごとにこの仕事の難易度は高くなっており、 NASA も公式にそれを認めています。そのような事件を知りたい方は2009年人工衛星衝突事故でググってみるといいでしょう。2月10日、機能を停止していたロシアの人工衛星コスモス2251がシベリア北部上空でアメリカの人工衛星の側部に接触。双方の人工衛星は衝撃で粉々になり、弾丸のような速度で飛ぶ破片の雲を宇宙空間に撒き散らしました。これらの破片が二次災害を引き起こさなかったことは不幸中の幸いでしたが、それでもその半分以上が今でも宇宙空間を飛び回っており、将来の宇宙ミッションに暗い影を落としています。コスモス2251のような壊れた、あるいは廃棄された人工衛星は現在稼働中の人工衛星に対して大きな脅威となっています。これらの人工衛星は漂流したり軌道から突然外れる危険がつきまとう上に、一度外れてしまえばその制御を行うことはできなくなります。また宇宙空間を漂う危険物体はそれらだけにとどまりません。より恐ろしい脅威も飛び交っているんです。制御を失ったとしても形を保った人工衛星はその所在を簡単に特定することができます。しかし人工衛星の打ち上げやその他のミッションから生じた宇宙ゴミに関して言えば、その限りではありません。直径10センチメートル程度の宇宙ゴミで人工衛星は簡単に破壊されると言われています。10円硬貨4枚分程度の長さでそれだけの恐ろしさを持っているんです。2019年5月時点でそれ以上の大きさを持っている物体は宇宙空間に2万3000個存在していると言われています。それよりも小さなサイズのものであっても与えられるダメージは深刻で、またその追跡も非常に困難となります。最小のものともなれば検知そのものが難しく、それでも衛星にクリーンヒットしてしまえば与えるダメージは大きなものとなります。最悪の最悪の事態はケスラーシンドロームと呼ばれています。
NASA の研究者ドナルド・ J ・ケスラーによって提唱されたこの概念は、いわば宇宙空間で引き起こされるドミノ現象、先ほどのような2つの人工衛星の衝突事故を思い描いてみてください。2つの人工衛星は何千という破片として散っていきます。その破片がまた別の人工衛星に当たったとしたら、これがまた無数の破片へと変化し、やがてさらに多くの人工衛星に当たっていくようになります。このサイクルが長引けば長引くほど、現存している人工衛星は破壊され、別の人工衛星が軌道から撃ち落とされる危険性も高まっていきます。ケスラーシンドロームは破滅的なフィクションにおいていろいろな使われ方をしていますね。2013年の映画ゼログラビティは、1日で世界中の人工衛星が破壊される悪夢を描いています。現実ではこのような影響は数十年かけて起きると予想されていますが、その結果どれほど深刻な事態が起こるのかは誰にも分かっていません。ケスラーシンドロームが現実のものとなったとしても、スターバックスで動画を見ることはまだできるでしょう。宇宙開発史に残る大災害と呼ばれることにこそなれ、地球が金属の破片に包み込まれることにはなりません。しかし行くところまで行って、地球がそのような姿になったらどうなってしまうんでしょうね。皆さんの考えをコメント欄で教えてください。ロケットの打ち上げは未だ行われるでしょう。しかし漂流する宇宙ゴミは大きな脅威となります。低軌道上の人工衛星はより危険にさらされることとなります。国際宇宙ステーションは無事でしょうが、廃棄される可能性はあるでしょう。世界は終わりませんが、その影響は何世代先にも続くこととなります。現状、研究者たちの悩みの種となっている宇宙ゴミはまだ数えられるほどしかありません。例えば欧州宇宙機関が廃棄した巨大人工衛星エンビサット、史上最大の人工衛星であるのみならず、地球の衛星軌道上で最も交通量の多い場所に浮かんでいます。この衛星は衝突を避けるために常に監視が行われています。とてつもない災害に発展する恐れはないと言われていますから、朝起きてインターネットが突然止まっているなどという事態は起こらないでしょう。しかし人工衛星の衝突の脅威はゼロではなく、この先数が増えていくにつれて、その危険性も高まっていくことになるはずです。2009年に起こったような衝突事故が再び起こらなかったとしても、宇宙ゴミは将来の人工衛星計画に制限をかけ続けることとなります。これは深刻な問題とされており、我々の人工衛星に対するニーズが増すにつれて、より意識するべきものとなっていくでしょう。この状況を危険視している研究者たちは、生まれる宇宙ゴミの数を減らすための試みを進めています。近年の人工衛星は廃棄計画が立っていない場合、許可がおりません。例えばこの人工衛星が墓場軌道へ移動する機能を有しているかどうかなど、最終的にはその衛星を衝突の可能性が限りなくゼロになるまで地球から遠ざける必要が出てくることになります。別の方法としては、人工衛星の高度を逆に下げることによって地球の重力に引き込まれるようにするものがあります。やがて衛星は流星のように大気圏に突入し、燃え尽きるようになります。落ちてくるのは危険かと思いきや、心配は全くいりません。最大のものであっても、人工衛星は燃え尽きずに地表まで到達するだけの大きさを備えていません。また別の解決策は、不要となった人工衛星を月や太陽の引力によって引き剥がされる位置へと移動させること。どの方法も将来の宇宙ゴミを削減することにつながります。しかし現在宇宙空間を飛び交っている宇宙ゴミを消し去る有効な手段は未だに考案されていません。革新的な手法が考え出されることを待つことにしましょう。ちなみにそれら手法のアイディアで個人的に面白いと思ったものは、レーザーブルームと呼ばれています。ブルームとはほうきのこと。これは人工物の進路上にある破片を押しやる巨大レーザー装置を使った計画で、主なターゲットは1センチメートルから10センチメートルの大きさの宇宙ゴミ。レーザーはゴミを完全に燃やし切ることはできませんが、その一部を焼き切ることによってその軌道を不安定にさせます。すると宇宙ゴミは姿勢制御を失い、
大気圏へ落ちて燃え尽きてしまうんです。まるで SF の世界から出てきたかのようなレーザーブルーム計画。実際のところまだ技術は追いついていないようです。2011年に NASA はこの計画には現実性があると発表しています。最も大きなハードルは資金問題。1990年代に行われた予測ではこのレーザーには500億円かかるだろうとの結果が出ています。しかしこれは大金ではあるものの、 NASA の年間予算のほんの一部にしかなりません。宇宙レーザーが実現するなら出しても惜しくはない値段のような気もしますが、それに宇宙ゴミをこの際一掃できるのであれば使う価値はあるような気もします。いや、なんといっても宇宙レーザーですからね。そこにロマンがあるってものです。今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。